法隆寺教像を安置、木造殿貫禄僧上座像、平安時代の作。ただし実際は、特定人物の肖像ではなく、正僧像であったと見られる。貫禄は、七世紀初頭のくだら出身の僧侶、602年に日本へ来航する。三論宗の宝卓味であり、常実宗にも通じていたという。602年に塗らい、天文、歴本、恩明道を伝える。 書生を選んで、これらを貫禄に学ばせた。すなわち歴法は飛玉鎮、天文遁公は大友公里氏、法術は山城の日たちを学ばせ、皆制御したという。歴法は604年に聖徳太子によって採用された。このように仏教だけでなく、天文遁公や法術といった道教的思想もまた、まとまった形で貫禄によってもたらされた。 後624年に日本で最初の僧城に任命された。この年ある僧が小野で祖父を殴る事件が起こり、天皇はこの僧だけでなく所持の僧にを処罰しようとした。この時貫禄は上表して、日本に仏教が伝来して、まだ100年にならず、僧儀が法を学んでいないことから、このようなことが起こったとし、普段の僧儀以外は罰しないよう求めた。天皇はこれを許し、 この時に初めて宗教、宗図の姓を定め、貫禄を宗教に任じたという。宗図には倉つく寺の特跡が任じられている。宗教、宗図という名称は中国南北朝に始まった仏教統制機関のうち南朝系のそれを踏襲しているが、これは貫禄の出身であるくだらと中国南朝との関係の深さからであろうと言われる。 6世紀末から7世紀初頭にかけて創建されたアスカデラに隣接するアスカイケ遺跡から貫禄と書かれた木簡が出土しており、彼がアスカデラに留め重していた可能性が高い。ありがとうございます。